そしたら今度はおむつ変えてあげるからね。おむつ変えますよ。はーい、ごろんして。まるちゃん、いい子にごろんですよ。ママの言うこと聞きなさい。ゴーロー。いい子いい子、ママの言うことは聞けましたね。ミラママが今から君のおめつを脱がしてあげる。もう暴れちゃダメでちゅ。ママのミルク美味しかったでちゅね。赤ちゃんなのに、ここだけなんか立派な大人になっちゃってますね。君はどうして赤ちゃんなのにここだけ大人なんですか？なんでですか？ママに見られて恥ずかしいんでちゅか？ダメでちゅ。君はママのパパちゃんなんでちゅよ。ママの言うことちゃんと聞くんでちゅよ。このガラガラ大好きでしょ？赤ちゃんはガラガラが大好き。君もこの音が大好き。この音を聞いてると君はどんどん可愛い赤ちゃんになっていくよ。
まあでも目やママはとっても優しいお母さんだから、君が悪いことをしてないようだな。ちょっと発育が良すぎても見逃してあげる。でもいい子にしてないとめできるよ。してくれてるなの。今度は体をキレイキレイしてあげる。体の隅々までキレイキレイしましょうね。ほらおいで。裸ん坊のトイレは今しちゃダメでちゅよ。まずはきれいきれいに
しがっちゃダメですよ。気が強すぎましたかね。ちゃんのお肌はすべすべで気持ちいいですよね。つるつるのすべすべかわいいですよ。バベちゃんでいいねちよ。ありのままのバベちゃん。ベアママはありのままのバベちゃんが好きでちよ。バベちゃんのこといじめる悪い人がいたの、メアママが退治してあげますからね。
ができていい子でちゅ。いや、もう少し洗いましょうね。そのままリラックスしててください。赤ちゃん専用のミルクをつけたから、赤ちゃんの体でも安心ですよ。ママから生まれたいんですか？いい子いい子。ママは君のことなら何度でも産んであげます。嫌がっちゃダメですよ。
からのベビーマッサージもしましょうかね。ベビーマッサージしましょうか。赤ちゃんにはちょっと刺激が強いですかね。むずむずしてるんでしょか。君は赤ちゃんなんでちゅ。悪いことは考えちゃダメでちゅ。こーら。花の言うこと、いい子に聞いてくなっちゃいね。マッサージしていきまちゅよ。おとなしくしてるんでちゅよ。むずむずしても